来た。あれ来た。マクスも。あれマクスも来た。マクスもお茶飲みながら来るの。え？ああ。おはようございます。あ、どうも。あ、おはようございます。どうもおはようございます。今日は朝早くからお疲れ様です。とんでもございません。今日も一日お願いします。いやいや、ちょ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 。ちょマックスもない。あ、あほ。声、この声の出方はマックスもない。マックスもない。おはようございます。あ、おはようございます。またまた始まりました。出社していきなりプレゼンシリーズ。お。本日プレゼンしていただくテーマは。え、テーマ？はい。いやプレゼンなのかテーマなんだろう。あ、そうか。テーマあるか。始まります。いきなり。え、始まっちゃうの？はい、始まりますよ。本日のテーマ。話すことないよ。漫画について。もっと話すことねえよ。いやいや、漫画好きだから、ね、大好きだから。いや、漫画好きよ。漫画好きでしょ。めっちゃ好きよ、はい、すげえ好きよ、はい、私の iPhone の、うん、あのスクリーンタイム LINE 漫画8割ぐらい占めてるから。へえ。言い過ぎたかもしれない。言い過ぎたかい。正確にちょっと待って。正確に。いや、でも僕の人生の中で多分一番出会った中で漫画好きっすよね。漫画読んでますね、村井さんは。一番好きよ。俺、村井さんの漫画の情報は信じてるもん。あ、そうなの、ね、まあ、あと iPhone。 あ、漫画と iPhone は。漫画と iPhone に関しては村井さんのおすすめはとりあえず読むようにしてる。あ、おー。あ、お、私の平均的な一日のその情報と読書ってくくられてるところに6時間32分、はい、仕事効率化とファイナンス6時間42分、エンターテインメント4時間57分。これがトップ3になってるんですけれども、はい、その情報と読書6時間32分の中で、私の1日あたりの平均的な LINE 漫画が5時間19分と出てます。おお。一番好きなアプリは LINE 漫画です。そんな。2番目に Kindle。 年間もう何百冊読むんだっていう。まあ最近は節約してますけどね。ね、その課金が止まらないんで。課金が止まらない男が、LINE 漫画にハイ課金する男がプレゼンする、喋、はいはい、る漫画、何でもいいんで。何でもいい、はい、漫画についていきなりプレゼンしてください。これは、はい、とても難しい問題がございまして、はい、私はここ1年ぐらい異世界転生しか読んでないんですよ、はい、あ、よく言ってます。異世界転生もののジャンルの漫画しか読んでないんですよ、はい、これはこのプレゼン動画とか物々の感じで言うんだったら一般受けしない。ほう。数字が取れない。ほう。誰も見ない、この動画を。この先どういうことですか。どれぐらいの長さあるか知らんけれども、はい、見ない。だって異世界転生もの人気じゃないですか。めっちゃ人気っすよ。それは、うん、君たちがたまたまそういう異世界にいるからだ。え？世の中一般的じゃない、マスじゃない。どういうこと。ニッチでありマニアック。これだけ推し活だったりとか、はい、IP 言われてるこのご時世において、はいはい、まだまだ異世界系はマニアック。ああ。日。え、でも LINE 漫画の売り上げ上位とか異世界転生ものじゃないんですか。よく知ってるじゃないですか。LINE 漫画のね、売り上げ上位なんて異世界転生がわーってよく読まれてる漫画とかも、まあ、縦読みも含めてわーって異世界転生が並んでるわけですよ。人気じゃないですか。と思うじゃん。はい。あのね、はい、私の思い出から話しますよ。思い出。思い出から話しますよ。その、私漫画好き、一番漫画好き。はい。何よりも漫画が好き、はい、当時、うん、10年前とか、10年前はまだそんなに遡らなくていいか、その7、8年前とかですら1年に1回か2回、18年の上半期に私が読んだ漫画ランキングトップ10とかね、今年読んだ漫画で一番良かったもの何とかっていうのをブログで書くぐらいには好きだった。知ってます。いろんな人にこの漫画いいおすすめみたいな。知ってます。言いまくってた。言いまくってた。例えば4月は君の嘘。あ、村井そんな漫画読むんやって。いいよね、4月は君の嘘、最高っつって。あの7巻ぐらいで、7、8巻で完結してるよね。読んだ ?4 月は君の嘘、読んだ。もう1巻から泣いちゃうよね。いや、1週目はそうでもないか。1週目だと多分2巻か3巻ぐらいで泣いちゃうんですよ。あとはもうずっと涙なく読めないって感じで、全てが分かって君の嘘が理解できた上で2週目行ったらもう1巻の1話から泣いちゃう。あ、もうずっと泣いちゃう。あれ良すぎたみたいな話を当時した時に、はいはい、うん、その別に完結してたし映像化もされてた、もう世の中的にはもうありふれたコンテンツだ、もう一回消費されたコンテンツだったにもかかわらず共感の嵐。俺も読んだ、俺も好き、
村井映像も見ろ、それを見た人たちが、え、じゃあ俺も読んでみる、知らんかった、ね、村井をきっかけに知った、ありがとうみたいな、わっしゃいわっしゃいわっしゃい、村井さんもっといい漫画教えて、いい漫画教えて、東京グー賛否両論あるけどね、東京グーの終わり方でね賛否両論あるけど、あの範囲でいいと思うよ、進撃の巨人、ああ確かに確かに言ってたわ、ああ私マガポケでずっと連載も読んで単行本も買ってたけど、あの中だるみの時期があるわけですよ、はい、進撃の巨人が、あの進撃の巨人の中だるみの時期にみんなが荒れてるわけですよ、ああ終わったとか、つまらなくなったとかで、また息を吹き返すわけですけど、そういう時とかに、いや、これはなんかどう面白いんだみたいな話とか散々したりとかしてたわけですよ、はいはい、あの時代、私が漫画の話をするとみんながみんな喜んでくれた、わっしゃいわっしゃい、新しい知識がもらえた、新しいコンテンツと出会うきっかけをくれた、ありがとう村井ありがとう村井ありがとうマックス村井、エンドロールマックスザムービー終わりみたいな感じだったんですけど、はい、異世界転生が私ね、ここ1年異世界転生ハマってるわけですよ、めちゃくちゃハマってるわけですよ、もう課金履歴最近のやつ全部異世界転生、この最近村井さん、あ、リアルでもね、動画とか関係なく、最近村井さん何読んでるんですかみたいな時に、最近は異世界転生にハマっててっていう入りからした時のみんなの対応なんでなんでなんで、進撃の巨人で言った時は進撃の巨人、わかる、進撃の巨人面白いいいよねとか、あれ流行ってるけど、どんな漫画なの村井さん教えてみたいな感じになってるのが進撃の巨人、進撃の巨人テーマねって大体ね、キャッチボールがね、つながるわけですよ。ラリーがあるわけですよ。最近何読んでんの？異世界転生。異世界転生系にめっちゃハマってて。めちゃくちゃ興味失った。興味ゼロ。やばいじゃないですか。で、やっぱりね、私に対して少なからず興味を持ってくださってる方とかは、え、例えばどんな漫画があるの？教えて。はいはい、で、いや私が今ハマってるのはこれこれこうでこれこれこうでっつって、私100回ぐらい言ってるんですけど、浮遊術師が己の浮遊術師が自分の最強に気づくまでかなみたいなタイトルの漫画があるんですよ、はい、私それ一番好きなんです、ここ最近だと、いやここ1年読んだ中で、まあ、私の異世界転生人生の中で一番好きなのがその浮遊術師の漫画なんですよ、はい、ニコニコ生放送とマックス村井チャンネルとかね、マックスライブとかね、いろんなところで話してるんですよ、うん、あの時のみんなの塩対応コメントでわかるんだコメント止まる全然リアクション熱持ってねえな、超塩え、これはもう生放送だけじゃなくてリアルも塩、あもうマジで塩、はいはい、だから、はい、もうなんか、はい、あんまりそういうの語る気がない、何異世界転生、私が好きな漫画については語ってもいいけれども、はい、ただ異世界転生が好きみたいな感じで今なっちゃってるから、はい、異世界転生について語る気がない、もうみんなが塩だから、うん、もう塩すぎる、みんなが塩すぎる、マジで塩、心折れちゃった、もう塩対応されたくない、うん、別の会話した方が楽しいいやだからもうそうじゃんいやもう昔は心折れちゃっていい、昔は東京グルってあの終わり方どう思ったとかね、代表的な例で言うとね、はいはい、そんな盛り上がったわけですよ、はいはい、ね、はい、異世界転生もう盛り上がるポイントねえもん、もう多すぎてくくりがでかいんですかね、何なんだろうね、その異世界転生作品多すぎると思うんですよ、ああ、うん、もうその従来のさまざまな漫画一個一個に対して設定から考え込まれてたりとか、一個一個ね、ああもうそのキャラ作りとか何から何まで徹底してるような漫画たち群、別に異世界転生ダメとは言えないんですけど、異世界転生がそのフォーマットとしてパッケージとしてもう優れすぎてて、多分コンテンツ量産というか、はい、もうその明らかに供給方みたいなところがあるじゃない、はい、ただみんなそこにすらもたどり着かずに異世界転生に対して一回シャットアウトしてます、シャットアウトしてますよ、で私はそのコンテンツ供給方 の、 そのある種こう量産された異世界転生をここ1年間エンジョイしまくってるそうでしょ、はい、めちゃくちゃ面白い、もう一周回って普通の漫画読むのめっちゃハードル高くなっちゃった、サスペンス、ミステリーね、それ系私大好き、もともとあのね、もうね、手が伸びない、唯一伸びるの野球の漫画の文豪ぐらい文豪めっちゃ面白いよ、
そんぐらいでも皆さん文庫めっちゃ面白い。供給方でいっぱいあるってことはやっぱおすすめされたいじゃないですか、うん、そのいっぱいある中でこの3ついいよって言われたいのにもかかわらず塩対応、うん、今から私がこれ語ったところで塩で2人、視聴者もみんな塩なん。じゃあ村井さん的にはどういうところが面白いですか。異世界転生ものはね、まず頭を使わない。ああいいっすね。もう流れていく、流れていく、うん、課金するだけでただただ時間が流れていく。それいいとこなの。心地よい時間が流れていく。ああ心地いい、上質な時間が流れていく。ああなるほどなるほど。ああそれはいいじゃん。引っかかりとか、なんか難しいこととか、あ考えなくていい。デスノートとかみたいに、どこがその伏線になっとったんとか、はいはい、ハンターハンターとか、はい、それこそ伏線の嵐の漫画、まあ、進撃とかね、マジその時にそのページでとか全くない。伏線がないんだ。まっすぐ、まっすぐ、もうただただ心地よい時間が流れていく。ああよかった、面白い、いい漫画ってなる。あでもここの境地に達するためにはしょうがない。私がじゃあとっておきのとっておきのエピソードというか、はい、みんながなんで異世界転生に入れないかっていう話を1個してあげましょう。まず異世界転生、うん、作品が多すぎるってね、はい、言ったじゃないですか、はい、実際多すぎるんですよ、うん、多分史上まれに見るぐらい異世界転生ってジャンルが多いんですよ、はい、漫画が、うん、この漫画に対してみんな思うことどれから読んだらいいの、うん、思う思う、うん、わかんない。わかんないです。で、みんなが何読んでるかもわからない。ああ。だから共通の話題がないわけですよ。ああ、確かに。だって進撃の巨人は進撃の巨人で全員共通の話題になるんだけど、ああ、たまたま手に取った異世界転生ものの話題をフェスに例えば振ったとしてですよ。はい。追放されるたびにスキルを手に入れた俺が100の異世界で2周目無双って漫画があるんですよ。ああ。これつい、8月27日に3巻が出たんですよ。はい。1巻2巻までも面白かったんですよ。ただそれはワンオブゼムだったんですよ、はいはいはい、たくさんの中の1個だったんですよ、うん、3巻でもう1個頭抜けたね。へえ、なんでなんで。もう展開が急げてるのって急げてるのって頭使わずに楽しめるんですよ、はいはい、上質なただ時間が流れていくっていうところに対して、はいはい、そのなんかトリッキーになんかこう書き出してくるのじゃなくてなんかこう正当進化したんですよこの漫画。正当進化。いや普通異世界転生って大体一通りなんですよ、はい、一直線なんですよ、はい、なんか私やってないんで分かんないですけどなんかファイナルファンタジー14が一直線ゲームみたいなこと言われてたじゃないですか。なんか私のイメージそんな感じなんですよ異世界転生って転生してみたいな物語が進んでいく。そう、そのダンジョンがあってもずっと一本道でボス出たら倒す、でボス出たら倒すみたいな感じなんですけど、この漫画はですね、はい、そういう風に来ると見せかけながらなんて言ったらいいんだろうな、ドライブかけてきたんですよ、ね、ドライブ 3巻で、はいはい、もう3巻になった瞬間で私の評価やばいよ。めちゃくちゃ面白い、めちゃくちゃ面白い、はい、興味持ってますよ、いいじゃないですか。絶対買わない絶対買わない結局みんなと同じものが見たいんですよ。なるほどね。人は同じ話題で盛り上がりたいと、あれどうだったって言いたいんですよ、はいはい、最新回読んだとか言いたいんですよ。異世界転生はそこにたどり着けないんですよ、コンテンツが供給過多で多すぎて多すぎて。でただみんながみんな、ね、世の中で流行っとるという噂の異世界転生を興味あってるんですよ、うん、で大体皆さんやることをググるんですよ、うん、異世界転生読むべきとか異世界転生ランキングとかググるんですよ、はい、大体上位に何出てるか知ってます？分かんない。テンスラ、うん、テンスラ、ああ有名ね、テンスラ、アイアムアトミックのやつ。アイアムアトミックはもう最近すぎて出てこない。あ、そうなんだ。プリゼロとか、僕実ね。あ、僕実、うん、あ、影実ね。あ、影実、影実ね、影の実力者になりたくてね、うん、何？リゼロとか。あ、そう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 、テンスラとかリゼロとか、あとはオバロとか、まあ、元祖みたいな感じで語られるのはオバロとか幼女戦士とか、どれもこれも面白い、どれもこれも面白い。ただ物語として重厚すぎ、重厚すぎ、うん、なんか少年ジャンプとかの入りやすいような絵柄ではなくて、うん、めちゃめちゃ絵も細かいし、うん、描き込まれてるし、うん、なんだろうな、多分初めて東京グール読んだ時に絵が無理っていう人結構いると思うんですよ、小さい時とか、うん、大人になってくると分かってくる良さってあるじゃないですか、青年誌な感じ、まあ、リゼロとか、でもリゼロもね絵が綺麗すぎんだよな、うん、で、オバロとか、なんか幼女戦記とかはもう絵がガチすぎて
入れない。ほう、なんかそのタイムリープものとかでその時代を作ったみたいな感じで言うとシュタインズゲート、あれも敷居だいぶ高いと思うんですけど、なんか他の作品が候補がなさすぎて入れたじゃないですか、うん、あの時って。でその後にリープモノで言うとマドカマギカとか、うん、あれ絵柄でみんなだいぶみんな体力削られてこう見れないみたいな感じになりながらも、3話でマミさんが首飛ばされてドワーってバズったせいで、しょうがない俺も乗るかみたいな、うん、乗れたじゃないですか、他に何もないから、はい、ただその異世界転生ものはねたくさんありすぎるがゆえに、かつその世の中でその下着とかその始祖みたいなコンテンツがなんか割とヘビー級なものが多くて、うん、なんかワンピース読むみたいな気軽さでまず入れない。なんか1冊目で仮にオーバーロード買っちゃったら、いやめっちゃいい漫画なんですよ、私最新刊までオーバーロード全部揃えてるし、あの作画の人が変わって全くあの別で販売され始めたんですよ最近。これ気づかなかったんですけど、作画の人が変わったん、作画の人が変わったら続きものじゃなくて別作品として登録されたんで、続きもので出てこなくて、それもちゃんと買って読んでるんですけど、あのめっちゃ面白いんですけど、ただあれはなんかね素人にお勧めできない。あそこから入っちゃうと、あ異世界転生って難しいんだな、敷居高いんだなみたいな。なんか初手でジョジョの第6部の感じ。それがジョジョの第3部だったら入れるけど、6部から入れんでしょ。ああ。だいぶしんどくない。ジョジョの第6部とかだいぶしんどくない。6部で何ですか。6部ってジョリーンとかですか。6部がジョリーンじゃない。ジョリーン。だいぶ難しくない入るの。難しいです。エジプトぐらいで入っとけと思う。3部とか4部5部で訓練されたものがたどり着くところ。なんかね、今世の中一般的な異世界転生って入り口が結構ジョジョのそのもうレジェンドすぎて、はい、重厚すぎて、割とジョジョのなんかこう6部7部感があるんですよ、世の中でレコメンドされてるものたちが。異世界転生の、うん、むずそれはむずい。多分そっからねググって入るともうみんなあいいやってなっちゃって、はいはい、あワンピー思うになっちゃう、なっちゃうんだ。なんかそこで私はね多分だいぶ一個ハードルがあると思ってて、はい、でそれを超えてなんかこう読み始めると、はい、もうそのやっぱ始祖が作った市場があるわけですよ、この異世界転生という市場が、はいはい、ただその異世界転生という市場が住みやすさマックスだったがゆえに大量にこう育つわけじゃないですか、はいはいはい、増票のような人たちが、はいはい、増票ここがね市場のコンテンツになってるんですよ、全部面白い。あ、でも面白いんだ。いやもう全部面白い、全部脳みそ使わない。え、でも入り口は脳みそ使うってことですか。始祖は脳みそ使う、始祖は脳みそ使うけど増票は使わないってことですか。うん、増票はもうなんか全部同じだから、うん、1個読んで2個読んで3個読んで5個読んでとか、はい、LINE 漫画で毎日のようにキャンペーンやってるわけですよ、はい、1巻無料みたいな、 あれ全部読んでも全部楽しい、全部面白い、全部面白い、始祖も面白い。そうなってくると始祖が面白い。あすげえ、なんかもう回ってんだ。初手始祖いっちゃうとヘビ、うん、重い、うん、入れない世界線、逆に重いんだ。重くないじゃライトな村井さんのおすすめする入りは何なんですか。これ入っとけって。ああまだ、うん、異世界転生こっから入る。確かに、とりあえず、はい、なんか LINE 漫画とかで今日1冊無料みたいなキャンペーンのやつを5冊読めば大体いける。そういうこと。そうなの。さっき言った、まあ、客追放されるたびにとか、はいはい、私が好きなその不要術師とか、はい、なんかジョジョの4部ぐらい言っちゃってる。ジョジョが分かんない。要するに異世界転生のテンプレートがありながらもそのテンプレートにちょっとこう逸脱するところにある。あちょっと進化しちゃってるところに。ジョジョのは何部が一番簡単なんですか。まあ、3部ぐらい。3部、ジョジョの3部に当たるのは異世界転生ものだという何なんですか。大体そこら辺で1冊無料のやつ。いやいや、だからアイアムアトミック、アイアムアトミック、アイアムアトミックも私はかなりハードル高いと思う。あれハードル高いんだ。あれ高いと思う。へ、漫画でいうと絵が細かすぎて、うん、ジャンプで育った子たちは読めないと思う。あそんなに細かいんだろうね。あれ5部ぐらいですか。ジョジョで言うと4部ですね。あれは4部あれ4部あれは4部ジョジョで言われたら分かんねえんだって。あれは4部だ。あれは4部まだ入り口に近いと思う。あ
と思う。ただスタートじゃねえ。異世界転生ものはね、本当にね、一本道なんですよ。ほとんどの作品は、もう素直なんですよ。大体不遇なやつがいるんですよ。不遇なやつが、現世で。で、大体そいつが死ぬんですよ。そしたら、おぎゃーって呼ばれるんですよ。最強に。異世界で。そう、異世界で。で、無双するんですよ。これ1個のテンプレなんです。そうっすよね。そうっすよね。まあ、1個というかほぼほぼそれが、ね、そうなるよねっていう感じをもう見ていく楽しさってこと。そう、その無双が見たいんですもんね。ああ、それが気持ちよかったりするわけですよ。だって分かる分かる分かる、誰にも否定されないんですよ、うんうんうん、しかも悪い敵役みたいなやつが出るわけですよ、うん、ランクスつけたりとか、はい、貴族のやつらとかなんですね、お前平民のくせになんだみたいなこと言うわけですよ、はい、昨日までいじめてましたみたいな。ところが転生するとそいつめっちゃ強くなってるんですよ、うん、でなんかぶっ飛ばしたりとかするわけですよ。まあそうですよね。もしくは仕返しをね、どうやってしてやろうかみたいな、はい、そのこいつこの元々の体の記憶をたどるとなんかまあまあひどいことされとるなみたいな、はい、同じ屈辱味合わせたろみたいなこととかを粛々とやってくるんですよ。そうですよね。そういうのがもうね、何の苦労もなく入ってくるんですよ。何のひねりもない、何のなんか引っかかりもない、素直にただただ美味しいものを管からチューブでギリ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 いただいてる感じです。ああ、なるほどな。もうなんか彼岸島です。彼岸島ですよ、彼岸島。やめてやめてって言いながら管でなんか変なやつ口に入った瞬間になんかお前を食えよリュフみたいななんでお前食わないんだお前を食えよ、めっちゃうまいですよ。チュル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 って彼岸島あったでしょ。あ、まああったのかな。彼岸島です、今買われてます、異世界転生。賛否両論がないんですよ、多分今聞いてて思ったけど、うん、ワンピ更新されたら、いや、こうじゃなかったとか、分かる分かる、こうだと思ってたのにそうじゃなかったがあるじゃないですか、うん、多分異世界転生ものはもうずっと思ってた通り進んでいくから、だからある意味そのめっちゃ熱量高くもならない、ならないんだ、うん、だって全部一緒だもん。予想通りのことがずっと続いてくんだ。程よい楽しさが続いてるっていうことだ。全部一緒で最高。ああ、で最高は最高なんですかね。最高、考えなくて構えなくていい、だからまあ課金すればいい。なるほどね。最新化、ただそれだけ。進撃とかだってもう賛否両論が嵐でしたもんね。ちげえだろこっちはみたいなね。進撃なんて最新話出た時にもうワクワクして、どうなんだこれみたいな、いや大変なことが起こっておりますねみたいな、来週次回どうすんのこれ、どうやって作者これ風呂敷たくんすかみたいな思うのに、異世界転生は風呂敷を特に広がることなく、分かってきた。ああ、分かってきた。なるほど。まあそういう私が正直頭一個抜けとんなっていうのは私の好みでっていう話で言うと、これがちょっと中級なんですけど、ちょっと入りとしては中級になっちゃうと思うんですけど、さっきの、雑用、じゃあ不要術師のやつとその百秋運動は結構私の好みで言うと頭抜けてる。まあだからこのじゃあお話を聞いて、うん、異世界ものを興味持った方はその2つを、うん、マックス前のおすすめだと。漫画年間300冊読む男の異世界転生ものへ物申すと。300冊どころじゃないですけどね。お、何百冊ですか。分かんないです、数えられるんですよ。多分連載で追っかけてるのでも300ぐらいあるんですよ。おー、その倍ぐらいはあるってことですか。月間300とか平気で読みますよ。月間300いいね。多分だって私毎晩平日で10冊ぐらい読んでるし、休日だともう全然、だって課金が追いつかない、お金が追いつかないんで節約しなきゃと思って、前も言ったことあるかもしれないですけど、あ、その今月課金がやばいっていう時に私はちゃんと自分で鎖打ってるんですよ。ブリーチを読まないと月に課金できないって言ってました、ね、70巻。そうそう、ブリーチが程よく頭使わない。マジやべえよ。挽回してます、挽回しちゃうみたいな感じ。はい、はい、なので私は毎回そのブリーチを挟む、自分をクールダウン。じゃあ月間300冊読む男のもっと読んでると異世界転生に対する、まあ、初感でございます。ホワイトボードに一言も書いてないから。いや、書くことねえよ。ホワイト使えよ。書くことねえ。おすすめのタイトル概要欄に入れておきます。ぜひ
課金されてください。最後のご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。